2023年5月26日、ワイルドインベスターズの動画セミナーです。今回は G7 広島サミットは大成功、裏のクワッドを意識せよというテーマでやっていきたいと思います。内容は G7 広島サミット西側としては大成功、表のクワッドと裏のクワッド、外交の基本は遠行近行、ロシア分割の黒幕は中国化、インドがロシアと仲良くしなければならない理由、 はい、中国で欧州の足並みが揃わないのは当然。こんな感じです。はい。えー、G7 広島サミットがですね、終わりまして、あの、まず西側としてはね、大成功だったというふうに思います。で、もう本当ね、あの、G7 の首脳とゼレンスキー大統領が初めてね、こう、面会して、その、平和と戦後復興を誓い合ったっていうのはね、大きなことだったと思うんですよ。で、その、核使用を牽制してね、それで、こう、 復興に自信を持たせる意味でも、広島ですごく良かったというふうに思います。まあ、でも、あの、実は広島はオバマさんも来てるんで、もうアメリカはね、えー、おなじみなんですよね。だから、まあ、次はぜひ長崎に来てもらいたいなと思います。別に謝罪と賠償を求めるわけではなくてね。あの えこちらも、その、アリントン墓地だとか、うん、真珠湾行きますから、あのーうん、歴史を踏まえた上で仲良くするという意味でね、あのぜひ、長崎でもやってほしいなというふうに思います。ところが、大成功だったから、その、やっぱり文句言ってる人たちがいて、まあ、いつものね、左派だとかね、親中派とか、まあ、親老派の人もいますよね。うんで えー、ただねその、今回は岸田政権や、うん、自民党に批判的な保守系の人もいるんですけども、まあ、私なんかそうなんですけれども、おおむね好評で、えー、G7、うん、広島サミットに関しては、ね、大成功だったと自信を持っていいと思うんですよね。だからといって、選挙になったら投票するかっていったら、またその時に考えさせてもらいたいんですけれども、少なくとも安倍路線をあのちゃんと引き継いでくれたという意味ではね。 あのーうん、満足のいくものではなかったかなというふうに思います。はい、記事を確認しながら言いきますと、ゼレンスキー大統領は初の G7 対面参加にシャイということで、岸田さんと会っていますね。はい、でも、あのー、ゼレンスキー大統領はバフムトはね、かつての広島に似ているけれども、もう復興に自信を持ったと言って、まあ、素晴らしいじゃないですか。はいでね、今回、ね、面白かったのが、あのが、ー、あ、えー メインテーマはいくつかあってやったんですけれども、まあ基本ね、ウクライナとロシアなんですが、ちゃんとね、それでね、<laughs> 中国にですよ、ウクライナ、ロシア、あのウクライナ撤兵、ロシアに圧力かけろと言って、その、<laughs> あの中国に、あの、とばっちりをぶちかましとるわけですよ。いや、これはすごいなと思いましたね。あの、今までだったら、あの、例えばオバマ、えー、大統領だったら、その、 米ロ対立が先鋭化すると、すぐね、中国詣をして、いや、こっちについてくださいよって言って、お願いして、で、いろんなね、あの中国がやってることを見逃すっていうのがパターンだったんですけれども、今回はもちろんね、ロシアをにプレッシャーをかけると同時に、お前、ちょっと、うんうんうん、ロシアに行っとけやって言って、<laughs> あの中国も、ね、一色たに圧力をかけてる。これは素晴らしいと思います。で中国はもちろんね、それにお怒りで、うん えー、広島サミット声,声明で、台湾環境のね、こう武力によるこうう国境の変更みたいなものだとか、まあ、平和と安定を損ねるなって言ったのに対して、もうお怒りをしたわけですよね、中国を中傷攻撃し、内政に暴力的に干渉するものだ、中国は強烈な不満と断固とした反対を表明するって、まあ、北朝鮮みたいな、ね、まあ、似たような国なんでね、北朝鮮みたいなことを言うわけですよ。で議長国の 日本などに厳正な申し入れを行ったって。まあ、日本にしか行ってないですよね。だってアメリカに行ったら怖いじゃないですか。うん。それに対して、この、えーえー、今の中、中中国大使の垂水さんという方は、そんなこと言われたくなければ中国が対応を改めろと言って反論したそうで、いや、この人ね、なんかガチな人みたいですね。あの、お名前は、あの、ちらっと聞いたことあるんですけれども、本当にガチな人みたいで、チャイナスクールですね、その、 えー、中国の、えー、外務省の中でも中国系につながる人脈でありながら、ちゃんと日本の国益を主張してくれる人だそうです。いやすごいで、すねこんんなな人いたたて知りませんでした、うんであのー、関平さんもねその、うん、書いてるんですけども、最後はなりふり構わず八つ当たり、中国の G7 妨害外交の挫折、それは激怒するわけ、<laughs> G7 が団結して中国に突きつけた脳の中身というふうにね。 あのー、ちゃんとやっているということですね。まあ、や,やっぱりその隣の国って基本、仲が悪いんであの、主従関係でなければ、ね、仲悪いんですよ。うん、だからまあ摩擦を切るのは当然だし、へいへい言うんじゃなくてね、あのー、こっちの、ね、言いたいことも言ってくれたっていう意味では素晴らしいというふうに思いますね。で、その G7 でクアッドの会合も行われたんですが、あのー、クアッドって基本的には、ね、民主国家の対中包囲網なんですよ。 えー、日本、アメリカ、オーストラリア、インドでね、この大きな三つのあ、4つの、えー、民主国家で中国の、ね、応募を抑えるという感じ。で、本当はね、この地図にもその台湾と韓国載ってますけれども、えー、まあ、この辺の、ね、自由主義国家で、えー、中国を抑え込む。で、もともとはこのアイディアって、 えー、安倍首相のセキュリティダイヤモンド構想で、だから安倍首相ってすごいんですよね。もう教科書に載ったり、お札になってもおかしくないと思います。はい。で、えー、でもまあ、台湾は当事者なんですよね。だからなかなかここに入れることはできなくて、今で言えば、あの、ウクライナと同じですよね。ウクライナを例えば NATO に入れちゃうと、まあ、それ自体が、あの、 戦争の火種になりかねないので、まあちょっとここはね、グレーにしておくって感じ。それから、あの、韓国はね、いまだにね、中国につくか、あの、アメリカにつくか態度を決めてないので、まあこれ最後に説明するんですけれども、まぁ、あ、クワッドの中にはなかなか入れないって話なんですよね。ところが、これ、あの、地政学に詳しい人は意識してると思うんですけれども、実はね、裏クワッドみたいなのがあるんですよね。それは日本と、 インドは変わらないんですけれども、ロシアと NATO でね、この陸の上から中国を包囲するっていう考え方なんですよね。えーえー、だから保守派ってね、その昔はロシアのこと悪の帝国って呼んでたんですけれども、あまりに今中国の力が伸びてきてしまったので、ロシアをね、味方に取り込もう、その冷戦時代と逆をやってね、あのロシアを使って中国を牽制しようっていう考え方があるわけです。だから、そのアメリカの 共和党だとか。まあ私なんかもそうなんですけれども、あんまりね、ロシアを攻めたくないんですよね。ロシアを弱らせたら中国は強くなるから。で、中国を抑えるためにロシアを、に力を残しておくっていう考え方をしてるんです。はい。でですね、その、えー、まあ表のクアッドは、まあざっくり言うと、おおむねね、海洋国家による対中包囲網なんですよ。ただインドって違うじゃないですか。大陸国家じゃないですか。 で、この裏クワッドっていうのは、おおむね大陸国家なんですけれども、日本は違うじゃないですか。だから本来は、こういうふうにやるべきなんですよね。うん、海洋クワッドが日、米、豪、台湾。でも台湾って入れにくい。さっき言った理由でね。うん、で、大陸クワッドがあ、インド、ロシア、韓国、NATO なんですよね。でも韓国はフラフラしてるし、NATO は遠いんで、えー、まあ今の NATO で、 あのいいというふうには思うんですけれども、でもね、この裏,な裏クワッドっていうのをね、意識すると、だいぶこう外交が分かるようになってくると思います。で、その外交の基本っていうのは、遠交近交っていうのは、まあ、中国の言葉なんですけれども、以後のように潜在的国を包囲するっていうのがあるんですよね。だからその、えーまあ、裏クワッドだって、こうやって中国を包囲してますし、表のクワッド、完全な包囲じゃないんですけれども、ここが協力して大陸国家の中国を抑え込むという。 う考え方をしてるんですよねでもまあ大陸国家はねやっぱり大陸国家の方が抑えやすいっていのはありますよね、あのー。海洋国家と大陸国家ってまあ接点がなければね別に争うことはないんですが、あのー、大陸国家はねあのお互いがやっぱり国境を接してるんでね、うん、あのお互いに死活問題ですからだから。 あの突出した勢力が出ないようにしなきゃいけないんですけど、日本は、ね、なぜか中華人民共和国を育てて、あの自分や世界に脅威を与えてるというおまぬけさんなんですが、まあ、これはね、もうちょっとイギリスを見習ってほしいなというふうに思いますね。でね、こんなね、中国を、ね、包囲して、ね、いじめるなと、あのー、そういうことをするから。 戦争減らないんだっていう人いるかもしれませんけれども、これはね、普通の国だったらやってるわけですよ。で、なんなら日本ってね、ずっとね、めちゃくちゃやられてたわけですよ。で、まあ、日本のね、潜在的国っていうと、その中国、韓国、北朝鮮なんですけれども、まあ、彼らはね、ずっとね、世界中に日本は先般民族だとか、謝罪と賠償しろだとか、金と技術よこせとかね、南京が強制連行が慰安婦が強要行がっていって、ずっと日本を責め立ててるわけです。 でね、もうちょっと頭の弱いね、まあ、どっかの、うん、アメリカの政権が、中国はかわいそうな被害者まあ、えー、北朝鮮や韓国もね、日本は反省していないとかね、クジラの方が大事とか言ってね、これに乗るわけですよ。うん、で、ところがその、それはいつ変わったか、もうそれで、あのー、割と、 親米保守の人たちはね、これにね、もうにおを逃されてきたわけですよ。なんでそんなね、口から手任せを信じるんだと。信じるんですよね、彼ら、本当に。うん、うん、何考えてるのか分かんないですけれども。それで、まあね、中国や北朝鮮がもう暴れ回って、韓国だって向こうに回っちゃったわけじゃないですか。ところが、2018年10月のペンス演説以降、 この、ね、中国や、まあ、韓国、北朝鮮もそうですけれども、工作に、ね、あんまり、ね、引っかからなくなっちゃったんですよね。だから、これをいう状況になったのは、やっぱり当時のトランプ大統領と安倍首相の間柄で、もう本当に、ね、彼らには私は感謝しきれないところがありますね。うん、でも本当、当時はひ,ひどくて、そのこれは、ね、その中国、韓国、北朝鮮を,のを中心にしたあの日本包囲網なんですよね。 まあアメリカも信じるは、そのオーストラリアも、なんか、あの、捕鯨で日本を叩くは、まあ、あの、ヨーロッパだってね、同じようにこの、うん、捕鯨だとかね、何も知らないくせに歴史問題とかね、叩いてきたわけですよ、日本を。で、比較的優しかったのはね、インドとロシア。で、なんでかっていうと、インドとロシアは、やっぱり中国が潜在的国なんで、日本をね、あんまり敵に回したくないんですよね。うん。で、 えっと、ロシアはあのーまあ、米ロ対立の中で、日本は、ね、どうしても対立しやすいんですけれども、2国間になったときは、そんなにこう、うん、ガ,リガリやらなかったじゃないですか、今回の,そのウクライナ戦争になるまでは。うん、だから、お互いに、ね、そこは分かってやってたんですよね。うんはい、そうですね。うんでその の根源みたいなもう一番ね、何があれだったかっていうと、もちろん日本の中にも、その全体主義審判みたいなのがいるんですよね、左派の人たちが。僕らはねま、まあ私に言わせるとね、一番悪いのはね、アメリカの民主党なんですよね。で、この、彼らのね、出任せに洗脳されて、ジャパンパバッシュンがひどかったわけですよ。で、ついでにこう、冷戦崩壊で失業しかかった CIA がね、ジャパン2000というレポートを出して、 日本がね、次の潜在的国って言ったんですよねあの。ロシア、ソ連が崩壊した後。ところが、これはね、裏にはもちろん、その中国共産党がいて、六四天安門事件で人命をぶっ殺してあげるじゃないですか、戦車で。えー、ただ、その、いよいよあの、それより悪いのは日本ですよって言って、米国の矛先を日本に向けさせた、スーパー301とかね、日本潰しに向けさせて、中国はね、その、特別優遇され続けたわけですね。あの、当時のクリントン政権に。 というう話なんでで、すよ。うんでえー、もうずっとね、中国が豊かになれば世界は良くなるって、ね、何を見てし、ね、思ったのか分かんないんですけれども、ね、そういうお花畑が多かったですし、今でもいるんですよね。それでこう、くわあの、えー、G7 大失敗とか言ってるわけですけれども、で、その間に共和党のブッシュ政権というのが8年間あったんですけれども、ブッシュジュニア大統領は小泉首相とは非常に馬があって、いろいろよくしてもらったんですよね。 でその当時の最高裁も、えっと、慰安婦ってね、まあご商売の人ですよねみたいな判決を最高裁で出してくれてるんです、2006年かなんかに。えところが、安倍首相は右翼だっていうマスメディアのあれを信じて、でねあの冷たかったんですよね。で、オバマさんなんかはもっとひどくて、安倍首相に絶対会おうとしなかったじゃないですか。で、最後にね、あのお他の、えーえーえー、ドイツとかイギリスとか、あの うん、イタリアに AIIB で裏切られて、それでね、やっと安倍首相を見直したという、おせえお前って感じなんですけれども、はい、でこれ、えっと、去年3月のセミナーあの、ロシアの危険な侵略と利益を得る中国で言ったんですけれども、あの今の大きなね、まあ、特に先進国にとっての,その、うん、国際情勢で大事なものは、こう中東、ウクライナ、中東だとかね、その 東アジアの2種類あるんですよ。で、えっとまあ、私なんかはこっちに手を抜いて、私だとかまあ安倍さんだとかね、まあ、あとはトランプ大統領も、中東,やあの、うん、東は、ね、ちょっと手を抜いて、なんなら、ね、ロシアにの勢力が伸びてもいいって思ってるんですよね。なんでかっていうと、一番の大敵は中国だから。 で、逆に中国派としては、こっちにね、火種を起こして、こっちに、その、アメリカの目がいかないようにするわけですよ。うん。なので、えっと、表にまとめるとこういうことになるんですよね。まあ、親米というかな、なんと言えばいいんだろうな。うん。あの、まあ、保守派、保守革新でもちょっと違うな。うん。で、対、対、えー、ロシアでは、親米派っていうのはね、対中国で協力したいから、 あのーうん、必要以上に弱らせたくない。だから、ウクライナを攻めたときに何してくれてんだっていうふうにね、あの、アホかって思ったわけですよね。で、慎中派はもちろんね、この、やっぱりここで米ロ対立を煽って、玉の利を得たいんで、あのー、火種を起こしたがるわけですよ。ね、火種を大きくしたいと。で、中国に対する監視が甘くなるから。で、米中対立がね、こう、 米中で揉めると、なぜかいつも中東とか、ね、東欧で大きな事件が起きて、米ロ対立が先鋭化して、中国に対して甘くなるという不思議な現象がね、もう何十年も続いてるわけですよね。不思議ですな、みたいなあの。日本である国に関係するところにね、その家宅捜索とか入れるとその、なぜか電線が、高圧電線が切られたりとかね、あえー、線路に、えー、車が放置されて事故が起こったりとかね、そういう不思議な偶然起こるじゃないですか。それに似た感じですよね。 親、えーまあ、米派は対中国に集中するため、やっぱり東中東とか東は平和であってほしい。だからトランプさんなんかは中東は平安出しましたよね。まあ、すぐ潰れましたあの、バイデン政権に潰されましたけれども、ある程度、この地域はロシアに譲ってもいいというふうに思ってたんだと思います。で、しリりに関しては、その米の保守派はねその、ロシアの過疎地域のままでいてほしいわけですよね。で、なんでかというと、分裂させて中国のものに。 したいわけですよ親中派としては。そしたらもう、今ね、人口いなくて、シベリアスカスカじゃないですか、そこにね、数千万とか数億の中国人が入ったら、まあ、日本はひとたまりもなく包囲されるわけですよ。これはやめてほしいんですよねあ。ロシアの過疎地域で、えー、の方が攻められないわけですから、日本としては。うん。で、うん、またこう、ウクライナ戦争の初期に、あのー、うん。 の対応なんですけれども、親米、まあ、保守の方はえ、ロシアが勝つとね、中国は台湾尖閣を同じ手口で取りに来るので、負けてほしいんですよ。しかし、一方でね、ロシアはあまり終わらせたくない。それは、核の脅威っていうのもありますし、あの中国はシベリアを取ってしまうからですよね。で、ロシア、えー、っとじゃあ、慎重派は何かというと、どうしたかっていうと、ロシアがね、攻めたことには文句を言わずに、親米派がね、あのー、いや、ちょっと、 なんか、あの、ウクライナだって完全な正義じゃないよって言うと、あいつはロシア派で非人道的とか言ってね、この、保守派の攻撃に、そのウクライナ戦争を使ったわけです。で、今になって彼ら何かというと、その、戦争をやめろって言ってるじゃないですか。で、ロシアがね、今から、その、ウクライナが反撃しそうだから、ロシアが不利になりそうなんで、領土を奪ったまま停戦させたい。そうすれば、台湾侵攻もね、うまくいきそうじゃないですか。 がーっと攻めて、相手が反撃しそうになったら、いやいや、もう戦争はやめ、戦争反対って言ってね、やめさせるっていう、そういうことを狙ってるわけですよね。で、えっ、ー、と、親米派はの、えー、ウクライナをね、支援はするんですけれども、白紙こぎっては、えー、切らないあの、ちゃんとやってんだろうな、横領とかね、横流ししてねんだろうなというふうに、まあ、いつもチェックをしてますよね。もともと国内でも、その、えー、小さな政府をねし、うん、考えてる、まあ、なんというか、 こう民間にこうパワーを与えたい人たちなので、あの、のほーずいに外国に金をまくということはしないわけです。はい。で、えー、っと、この辺の記事と、うん。これが、えー、さっきの地図を取った記事ですね。えー、日米豪印戦略対話。これが、まあ、あの、クアッドの正式名称ですね。あの、これ、笑っちゃうんですけれども、<laughs> あの、バイデンさんが、あの、私がね、 クワッドと呼ばれる組織を結成されたっと言ってたらしくて、もうほんまかいなって思うんですけど、ね不思議な人ですね。はい。はい。ではですね、その、これは、もうさっき、えっと、まあ、えー、去年3月のセミナーから撮ったんですけれども、たい私の言った通りになってるんですよ。で、日米の保守派っていうのはパワーバランスを重視するんで、あの、新ロシアじゃないんですよね。新米自由主義なんですよね。 もともとソ連を悪の帝国と呼んでいって、核戦争を招くことなく勝利したと。で、今は中国を警戒してるから、ロシアを弱らせると、えー、ユーラシアの、ね、パワーバランスが中国に大きく傾くと警戒してるわけです。だから、ロシアを追い詰めるなとか、ウクライナを NATO に入れるなって言ってきた。うん、で、敵を抹殺すれば平和が訪れるっていうのは、それはね、すごい全体主義的な考えで。 まあ、だから親中派なんかそういう言い方するんですけどもね、それはね、後で大きな問題を招くわけですよね、今、まあ、まさにそれは起きかけてるんですけれども、えー、結局ね、ロシアを潰しても中国がふたうるだけだからあの、やめてくれっていうふうに思ってるわけです。はいうん、それでもロシアの侵略に、あのー、保守派は唖然としたわけですよ、こう核を使うぞと脅しながら侵攻したらね、すべて通っちゃうわけじゃないですか。 で、ね、そんな奴隷にされるぐらいならと、相手も徹底抗戦します。今のウクライナのように。で、他国もその要求を通すわけにはいかないので、中立国まで団結して立ち向かう。まあ、スイスだってアメリカ側につきましたし、その、スウェーデンだとかね、あのー、フィンランドが NATO に入るっていうね、そうなっちゃうわけですよ。だから戦闘に勝っても負けても、ロシアは衰退するっていうのがもう、うーん、 この時点で見えてたわけですね、まあ。戦争が始まって1、2週間後にはもうあの見えてたで。制圧するには広すぎる土地と多すぎる人口、まあ、これはウクライナなんですけれども、香港のように従わせるには相当のじゃ残虐行為が必要となる。やってるかもしれないですけども、まああの、ホロモドールを再現しなきゃいけない。たとえウクライナを支配しても深い恨みが残って、国際社会からどうしようもなく孤立。まあその通りになっちゃってますよね。はい でその、これも私よく言ってる話なんですけれども、中華の天敵って、北方位民族なんですよね。あの中、あの、強度だとかねあの、えー、モンゴルだとかね、北方位民族が強くなると中華が弱くなり、中華が強くなると北方位民族が弱くなる、シーソーのような関係にあるわけです。だから、冷戦時代ね、あえー、と中国はあ、ごめんなさい、えっ、ー、と、アメリカは中国を味方にすることで、私的であるソ連に圧力をかけて勝利した。うん えー、当時、日米の保守派はね、ソ連の方が,手,が手強い敵だと思っていたので、中国を支援したわけです。でも、今度はね、中国はえー、ロシソ連が、ね、崩壊したら、中国は陸からの脅威が消えてしまったわけですよ、1990年代に。そこから海洋進出が加速したわけですよね。で、えー、アメリカの保守派は主敵が中国に変わったことに気づき、 警戒を始めたまあこれね、もう最、まあ,あの5年経ってないぐらいなんですけども、遅いんですけれども、気づかないよりはずっと良かったんですね、日本にとっては。うん、で、今ね、そのロシア分割のシナリオが語られ始めてるそうなんですよ。まあこれはい、えっと去年の、去年の3月なんで、えー、割と早い時期に出てきたと思うんですよね。えー、ただ、この、えー、ブナノフさんっていうのはその、ウクライナの人なんで、 でこのシベリア、えっと、ロシアの、今のロシアは、この、えー、ヨーロッパ方面の狭い土地に行ってで、このシベリアがね、2つに分かれると、で中央アジア共和国とこの中国の土地っていう風になってて、でもこれは、ね、もう許してくれと、もう私が言ってたね、その、三方から中国に囲まれるという最悪のシナリオなんですが、でも、仮にロシアが分裂したらそうなるってことは誰でも分かるわけですよね。はい。 で、えー、これも当時、えー、書いたことなんですけれども、中国には、ね、どっちにしても利益があるんですよ。えーリえー、ロシアの、ね、侵攻が成功したら、核で脅せばアメリカの ATO は手に出せないってことで、えー、アメリカの、ね、同盟が揺らぐわけですよ。そのーリーダーらしてね、そのみかじめ料も取っておきながら、結局お前できないじゃないかっていう感じで、まあ同盟が崩壊しちゃうわけですよね。で えー、じゃあ、中国はどうするかというと、中国にとっての対応はロシアにとってのウクライナと同じ核心的利益と言い張って、あのー、攻め取ること,がことをやるだろうと、自信を深めるだろうと、うんうん、いうことになりますで。シナリオ2はロシアの侵攻が失敗して、まあ、例えば、ね、プーチンさんが失脚したことを考えると、えロシウクライナを失ったロシアって、もうあの国会艦隊も、うん、多分 使えなくななくるんんでででもうう両手を失って大国ではいいられないと思うんですよねでロシアは東西用と取引できず、中国だけ依存、もうそうなってるじゃないですか。で中国はエネルギー、食料などを、うん、ロシアから安く入手し、人民元経済圏が広がる、うまくいけばシベリアが手に入る、もうまさにその通りですよね。ニッコニコですよ。で、あこれもその同じ時に出したんですけれども。 このシベリアをよがあ、ロシアが弱ると中国はシベリアを得る、さっきのこの図の通りですよね。そうなってしまうと、えー、東シナ海だけじゃなくて、日本海側からもう、こっちのね、島列島、うん、や、まあ,あの、からも攻められるって話になっちゃうんですよね。この三方から包囲される、もうまさにその最悪のシナリオ。 になりつつあるでこの前ね、先週、ウラジオストック,トックを、うん、こう中国の船がで自由に出入りできるようになったんで、もうふ2つの方面は抑えられたというふうに考えていいと思います。でこれも当時言ったんですけどね、私はびっくりしたことで、そのえバイデン政権がね、そ,そのウクライナ侵攻についてが起こりする直前に、ね、中国に相談してたっていうんですよね。ニューヨーク・タイムズの記事だったと思うんですけれども、あの、 中国にね、その秘密情報を流して侵攻を思いとどまらせようとしたって言うんですよ。もう本当ね、オバマ政権並みのアホだなって思うのが、そんなことしたら中国大喜びですよ。えー、まずね、アメリカが何を恐れ、何を知っているのかがわかるとそして、ね。ロシアにね、恐怖を吹き込んで、米ロ対立を煽る。それで、こうえ、ウクライナに攻めさせてう、うんで、で、ロシアが勝っても負けても、どっちでもいいじゃない。どっちも得するわけですから。で、その、ロシアが作れると、 中国はシベリアを得るでこれは、ね、誰かの表現なんですけど、アメリカという刀で中国の敵を撃つっていう、この戦略通りなんですよね。もう20年以上前から、シベリアに、ね、こう入植している中国人が問題になってたんですよ。もう,もう数百万単位、ひょっとしたら数0万いってると思うんですけれども、でそれであと今、若者だとかね、兵隊が、えー、シベリアから駆り出されてるわけじゃないですか、ウクライナ方面に。だからもう人を送り込んで、 それにこう対抗してくる勢力はないわけですよ、ロシアに。だからもうすんなり人口侵略が進んじゃいますよね。なので、あとロシアが分割されたらシベリアはほぼ確実に、えー、中国のものになると思います。なので、日本はね、これはね絶対反対すべきだと思うんですよね。で、まずさっきウクライナの人がね、こういうプランを言ってたんですけれども、ウクライナはね、あのそれでいいと思ってると思いますよ。 なんでかっていうと、もともと中国仲いいじゃないですか。一帯一路だとかね、空母売却だとかね、あのーうん、ロケット技術だとか。うんうん、なので、えー、中国が土地を得ることに対してはあのー、賛成すると思うんですよ。反対する理由がない。うんうん、ロシアの恨みの恨みの方が勝るから。で、アメリカはね、断るはずなんですよ。なんでかっていうと、仮にね、ここがね、アメリカの土地になったとしたら、中国人がね、何千万も何億も入ってきて、 そのいずれはそのアメリカ本土に乗り込んできますから、あの内側からね乗っ取られちゃうわけですよ、もう数千万人の中国がその人がアメリカに不法入国しただけで、もうそれでね、あのー、中国が好む人でないと大統領にはなれないんですよね。だって今その、メキシコとの国境で年間240万人の不法入国者がいるわけじゃないですか。 それとはね、比較にならない規模で不法入国者が来て、でね、あのなぜか不法入国者もあの投票できる州があるので、<laughs> もう絶対勝てないですよね、そのアメリカ人は選挙で。じゃあ、日本はどうなのっていうと、あのカラフ太も返してもらえっていう人もいるんですけれども、日本はね、戦争の反すを生かすのであれば、あんまりね、大陸の揉め,揉め事にかかりたくないんですよね。 朝鮮半島を守ろうと思ったらやっぱ満州が欲しくなるし、満州を取ったら中国、ロシアに挟まれるわけじゃないですか。で、樺太でさえやっぱりね、その大陸に近いから、その冬は歩いて渡れるそうなんですよね。あの、海が凍るから。やっぱりね、それはね、近すぎて嫌なんですよね。こういうものを切り離した後、日本は戦後高度経済成長を達成したわけで、あの、それをね、考えるのであれば、 まあ、うん、あんまりね、欲しくないんですよね。ま、まあ、千島列島ぐらいですかね、もらうとすればね。うん。で、えー、で、どうせね、そのシベリア単独では国家運営は厳しいから、必ずどこかに頼ると。そうすれば、消去法にね、中国にならざるを得ないんですよ。で今の中央アジアと同じで、その、おロシアが弱ったおかげで、中央アジアもね、中国が頂きっていうふうになっちゃったわけですよね。はい。 これは、えー、G7 に合わせて、その、中央アジアのあ、ごめんなさい、これはね、これも、以上見ていきましょうか。うん。えっ、ー、と、中国中央アジア、なんとか会議でしたよね。ごめんなさい。うん。で、えぇ、ー、まあ、こういうふうに力の空白、うん、そのロシアの力がね、弱ったところで、 この5カ国を勢力下に取り込んだわけです。もうウハウハですよね。うん。で、えーと、中国のね、いつもの手口なんですけれども、ロシア分割論を騒がせて、他の国の人間に、でも自分はそれをね、こう対立だとかね、その、えー、世論をね、煽りながら、自分が利益を得る、うんえー、というね、手口を使うんですよ。例えばその、えーとえー 不法入国者とか難民申請もねあの、他の国の人に騒がせて、でもね、実は日本の、あごめんなさい、えっと、中国は一番利益を得るの。アメリカの南部国境問題もそうじゃないですか。基本的には、そのえー、中南米の人たちの話なんだけれども、あのバックドアが、ね、広く開いたと思ったら、今中国人がものすごい勢いで乗り込んでってるわけですよね、アメリカに不法入国して。はい。で、えー、あの、それで今回、その、 インドもね、G7 に呼ばれて、で、一応、こっち側につなぎ止めたいんですけれども、G7 側に。ただねあの、インドにはインドの事情があるから、無理はできないんですよね。なんでかっていうと、これはもうあの、知ってる人は知ってる話なんですけれども、中国って、北ロシア、南インドに挟まれてるじゃないですか。だから、インドはね、その、 こっちに攻められたら嫌だから、常にそのロシアと、うん、連携してねで、中国がこっちに攻めてきたらロシアに北からついてもらうし、逆にロシアが攻められたら南からつくっていうことで、こう相互にこう安全を依存してるわけですよ。まあ、それに日本が加わったら、さらに鬼に金棒なんで、あの日本とインドって中国を挟んでね、まあ、まあ大体その昔から。 あのアジアの大国って日本、中国、インドなんで、あの中国がねあの、強くなると、日本とインド、日本とインドってあんまり敵対する関係にはないですよね。うん、あのパール判事もすごくあの親切でしたしああ、やっぱり敵対する関係にはない。うん、で、同じように、だからその中、対中国ではインドと、えー、ロシアもね、仲を、仲良くお互いにしている。でその、今でもその経済制裁やらないじゃないですか。 で、日本としても、今はね、そのアメリカとの関係上、ロシアと対立してるんで、なかなかパイプ役にはなれないんですよね。もう、先、岸田さんは先人切って制裁してますし、えー、ただ、インドをね、パイプ役として残しておきたいんですよ。何か、こう、うん、ロシアに、ね、話をしたいときに、インドが仲介してくれることになると思うんで、ここは切りたくない。だから、たとえね、インドが、その、ロシアから、うん、石油をガンガンに、 うん、輸入して、その G7、うん、先進国に輸出したとしてもね、これで、ね、制裁加えるってことは多分ないですよ、うん。うん。だからそういう事情が分かってると、そのインドね、うん、もうこっち制裁に参加しろっていうのは、それはね、あのー、どっちかというと中国派でしょうね。それか分かってない人か。分かってる人はあのインドに無理強いはしません。 でインドの立場を理解してまああのでもこっちとも話ししといてねっていうふうにやると思いますはいそれでですねあのもう一つはその欧州の足並み乱れてるじゃないですかあの、ね、まあ例えばその,の、えー、フランスのマクロン、うん、うん大統領は台湾有事は関係ないって言ってでまあこっちとしてはねちょっと腹立たしいんですけれどもでもね 地政学的には当たり前なんですよね。なんでかっていうとあの、ヨーロッパって陸続きのロシアに対してさえ、その近い国と遠い国で、温度差ありますよね。あの国境を接しているポーランドやバルト三国は、もうロシア潰せって言って厳しいですけれども、あの毒不遂はね、甘いんですよあの。間にたくさん国があるから、たくさんというか、まあ、いくつか国があるから、あのまあ、そんなにとんがんなくても、みたいな、うん、うんふうにやっている。うん でえ、それと同じように日本って、あの、中国、ロシアとね、まあ海を隔ててますけれども接していて、ところが日本ってロシアをね、極東から牽制できるじゃないですか。ヨーロッパにもめ事が起こった時その、日本はねし、あの、東側から牽制できる。今もそうだし、あのー、 1918年ですねその、まあ、前年にロシア革命が起こって、共産党政権ができたときにあの、ヨーロッパがすごい警戒したんですよ。だから、日本やアメリカも出兵しましたよね。えこれでその、ヨーロッパとは対ロシアでは協力できる。ところが、この、まあ、地図を見ればすぐ分かるんですけれども、そのヨーロッパって中国から離れてるから、 えー、日中のね、対立はね、あんまり関係ない。で、むしろ日中対立を煽って利益を得たいってずっとそうじゃないですか。ね、その日本と同盟を組みながらね、中国を支援してる、亡 <laughs> 国とかあったし、まあそうなんですよそれはね、もう、うん、あの地図を見りゃそうなっちゃうんですよね。どうしてもね、うん。で、ただ、日本にとってはね、その、うん EU NATO に協力することによって、その国際世論以外に見返りはあんまりないんです。だけれども、それが、ね、でかいんですよ。あの国際世論がでかいあの。戦争を始めるとき、継続するとき、終戦するとき。だから、NATO にも、うん、岸田さんは出席するんですよね。はい。ちょっとじゃあ、その記事を見ていきましょうか。はい。これですね、岸田首相、NATO 首脳会議へ、あの来月出るんですけれども、 えー、こっちから NATO にできることあっても、NATO からこっちにできることってあんまりない、実は。まあまあ、NATO といってもね、いろいろアメリカとかイギリスはあの応援してくれるでしょうけれども、えーえー、欧州大陸の国はほとんどできない、えー、ただまあ、物資だとかね、その国際世論っていう意味では、協力してもらえると思うんですけれどもで、えーと、そういう意味ではね、イギリスは割とロシアに厳しいじゃないですか。 なんでかっていうと、あの国は昔からこのパワーバランスにすごい敏感で、大陸に強国ができることをすごい警戒するんですよね。えー、だから、あのー、日本にも好意的なわけです。地政学が分かってるから、えー。もう本当にね、イギリスの外交戦スは非常に良いので、もう見習うべきだと思います。もう私はね、さすがブリカスさんって褒めたいと思いますね。はい。もう、日本は、あのー、中国、えー、っと、 イギリスを見習ってね、大陸に強国を作らせないというね、ポリシーを貫くべきだと思います。そのためにね、こう、まあ、いろいろ工作をしたり、あのー、援助を偏らせたりしてね、それ当たり前じゃないですか。に今の日本みたいに、中国共産党をね、力いっぱい応援してね、それでね、核で脅されるって、バカそのものですよね。<laughs> まだそれは知性学わかってない人が、 国際政治をやっちゃうとそうなっちゃうわけですね。で、最後に韓国の立場なんですけれども、韓国は本来ね、自由主義諸国側にとどまり、とどまるた方がいいんじゃないのって私は思うんですよね。だったら、対中包囲網に参加すべきだ、というふうに思います。ただ、彼らはやっぱり中国は、うん、に対する恐怖心ってすごい強いらしくて、その、 アメリカ様へへーってしながら、すぐ中国のところに行って、いや、私はそんなつもりで G7 に参加したんじゃないんですよ、みたいなことを今でもやってる <laughs>、うんえー、感じですよね。で、今のそのユン大統領はね、ユン・ソンニョル大統領は親米なんだけれども、国民はそうでもないと。 もう、だってね、その海軍が、えー、自衛隊にレーダー照射かましてくれるぐらい、もうスパ、えー、軍隊もスパイ組織も、もう北に染められちゃったんじゃないですかね。まあ、あの、うん、北朝鮮と、うん、中国で、ね、<laughs> また、ここ仲悪かったりするんですけれども、えー、必ずしも新米じゃないですよ。うん。北首相は、すごい今、あの、ユン、ユンソンによる大統領に、歩み寄ってるじゃないですか。 あのお互いに訪問してね。で、多分バイデン政権に韓国と仲良くしろって言われたんですよ。あの、オバマ政権でね、あれを、あの、慰安婦合意結ばされたのと同じで、そのお前、その、ちゃんと、うん、韓国の機嫌取っとけよって言って言ったんでしょう。ところがね、そのまあ、だからそのレーダー照射とかね、圧力があったのを脇に置いたわけですよ。で、歩み寄るポーズを見せた。ところがね、韓国はね、 これ勘違いしてるんですよね。日本がどうようやく非を求めて頭を下げてきたとか思ってて、でもね、謝罪が足りないんだとか、これでね、G7 に入る、まあ G8 になるね、みたいなことばっかり言って、ね、すごい勘違いしてるんですよね。その、岸首相は、まあ、慰安婦合意で、えー、韓国に一回騙されてるんで、慰安婦合意と、まあ徴用工もそうか。あの、騙されてるんでね、本当はね、こんなことしたくなかったと思うんですよ。ね、でも、バイデン政権が言うからしゃーないってね。 あの慰安婦合意と同じパターンでやってる感じですよね。うん、で、保守派は、あのまあ、えー、韓国、うんえー、保守派はずっとね、その何ですか、こう、えー、半島にある西側諸国のね、こう最前線としてこう、えー、韓国に、うん、かなり好意的にしたんですけれども、ね、あまりにね、いくら支援しても、すぐね、中国様って言って、あっちに行っちゃうから。 あの韓国疲れっていうのが、うん、広がったんですよね。うん中国様って言って、それで日本が悪いんです、誓ってくださいみたいなことばっかり言うから、それでそのコリアファティーグですね、韓国疲れっていうのが起こって、もうみんなどうでもええわっていう風になってるんですよね。でも韓国自身は、そうそれにそこの極裁情勢に全くあの気づいてなくて、もう第3次世界大戦が始まってるのに、 なんかね、あの、日本にどうやって謝らせるかとかね、謝罪と賠償が足りないとかね、そういうことを言ってるわけですよ。多分、100年前、100年以上前もね、そうやって国がなくなってったのかもしれないですね。まあ、ここはね、早くこう、目を覚ましてほしいんですけれども、でもね、まあ、なかなか難しいところあるかもな。うん、まあそこはね、半島国家と、その、列島国家でね、考え方違うんですけれども、まあ、このまんまだと韓国は、 えー、中国の勢力下ですよね。まあ、その代わり、台湾を守りますよというふうに、アメリカは持っていくのかもしれません。まあ、これはアチソンライン。あれアチソンラインって台湾入ってたかなアチソンライン入ってたと思うんですけど。あのー、うー、ん、あでもあ、そうですね。アチソンライン、韓国入ってないもんな、こっちにな。うん。まあ、そうなっちゃうかもしれないんですけども、正直ね、日本の立場としては、あのー、このクソ忙しい時に、 謝罪と賠償をね、求められても、もう無視する以外にないですよね。まあ、こういうふうに、それぞれ国によってね、立場だとか、その考え方違うんで、そこをね、分かった上で、今のニュースを見ればね、面白いのかなというふうには思いますね。うん。あの、本当、我々は歴史的な、その瞬間を、こう、目にしていて、えー、この前のね、G7 広島サミットは、その一つだったと思います。も、ま、う、あ、本当、あの、相場は相場でまた難しいんですけれども、 えー、国際情勢を見ながら、ですね、まあ、自分の資産と、身、あのー、の安全ですね、を守って、えーえー、ぜひ守っていってください。以上です